いやあ、俺の名前はテムジン。こっちは妻のアマラ。モンゴル国生まれ、ウランバートル育ちの俺は今、この国が抱える問題に直面していた。だが、いつまで待たせんだよ。全然進まないわね。もう1時間もこのままよ。前にだってまだまだたくさん車いるし、いつになったら動くのかしら。交通事情の割に車持ってる人が多すぎるんだよ、この国は。その上交通事情だって一切緩和しないし、もううんざりだ。モータリゼーションが進み、年々車を購入する人が増えていくモンゴル。それ自体に文句はないけど、問題なのは首都の商業地区と工業地区を鉄道で分断しているという事実。そのせいで俺たちは2つしかない踏切を使うしかなく、車を少し進めただけでも渋滞に巻き込まれて目的地にたどり着くのは相当な苦労が必要だった。どうする？かなり時間かかるけど、迂回するって言うても。それもありだけど、身動き取れないこの状況じゃ迂回しようとするだけでも厳しいぞ。それに同じ考えの人多いだろうし、結局迂回先でも渋滞の可能性が高い。ああ、そう言われたらそうね。こっちが動くのが先か、時間をかけて迂回して目的地に着くのが先か、どっちの可能性にかけてもろくな結果になりしない。ほんとストレスしかたまらないよ、ここで暮らすのは。するとその瞬間、最悪のストレスが俺たちの間を駆け巡った。前の車下げてくれ。おい、止まって。て大丈夫かアマラ。なんとか。くそ、マジでどうにかしてくれよ。これじゃ命がいくつあっても足りねえよ。ウランバートルの渋滞の件ですが。ああ、その話か。もう耳にタコだよ。毎日のように市長が直談判に来るんだからな。まったくかなわんよ。心中お察しいたします。ですが、分かっているさ。ウランバートルは名実ともにモンゴルの心臓部。その心臓の血管が詰まっていたら、この国は壊死してしまう。おっしゃる通りです。渋滞は市民に多大なストレスをかけるのはもちろん、北側の商業地域と南側の工業地域が分断されているため、産業発展の妨げにもなっております。二つの高架橋はどうだ？それはゴルバルジン橋と平和橋のことでしょうか？そうだ。あそこの利用度を上げれば、少なくとも今よりは改善に。確かにそうでしょうが、ご存知でしょう。高架橋は2つとも激しい老朽化が進んでおります。安全な交通を確保することそのものが不可能です。そうか、そうだな。でしたら、修復のための予算を充てられては。俺ができるなら初めからしているさ。この20年、モンゴルは着実に発展を遂げてきてはいるが、未だ大国の援助がなければ立ち行かない。それが我が国の正直な懐事情だ。では、その大国様におすがりするしかないのでは。実際我が国はこれまでも中国から多くの援助を受けていますし。中国か。確かに今の我が国にいなくてはならない存在だ。しかしな。ほほう、高架橋設置の援助ですか。それは素敵な事業だ。我々中国もぜひ協力させていただきたい。ただやはり無料でというわけにはいきませんな。わざと金利はこんなもんですかな。とふっかけられかね。確かにあの国ならやりかねませんね。と言って他に頼れる国があるだろうか。大統領、あるいはあの国なら。あの国か。確かに可能性はあるかもしれないな。ええ、では早速先方とアポを頼んだぞ。この国の未来のために。そうして迎えた2009年、この国の政府が発表したことといえば、渋滞緩和プロジェクトとして新しい橋を架けることをここに決定か。それはめちゃくちゃありがたいことだけど、それをできるだけの技術者と素材と何より金がこの国にはないだろう。ソ連崩壊後、いろんな問題が生じて他国に遅れを取ったこのモンゴル国。そこから他国のサポートなしでは生きられず、おまけに2008年のグローバル金融危機によって資源価格が暴落したせいで、それはより増長している。そんな国で新しく橋を架けると言われても。
期待するだけ無駄か。開始したとしても何年何十年かかるか分かったもんじゃないし。いいえ、そんなことないわよテムジン。むしろ逆、めちゃくちゃ期待しても大丈夫そうよ。アマラ？それはどういう。そのプロジェクト、日本が ODA の一環で建設してくれるのよ。なんだと？あの、日本が？ ODA とは、簡単に言えば日本がこの国に対して行っている無償資金援助のこと。1977年からずっと日本はモンゴルを厚く援助してくれている。俺たちの生活は彼らによって支えられていると言っても過言ではないのだ。まさかこんなところにまで援助の手を伸ばしてくれるなんて。しかも過去最大の援助無償で。日本、何度俺たちを救ってくれるんだ。本当感謝してもしきれないわよね。だから日本が大好きなのよ私たちは。そうして日本による橋の建設プロジェクトがスタート。しかもありがたいことに彼らはどこまでも俺たちのことを思ってくれていた。線路をまたぐ262メートルというモンゴル最大の橋。老朽化などを考え高性の橋を作られるということは理解しました。ですがこの国には文字通り何もありません。道具も重機も人材も、一番肝心の適切な品質の鋼材ですら。ええ、もちろん承知しておりますよ。それを踏まえた上でのプロジェクトですから。ご安心ください。部材は日本で製作してこちらに運びますよ。施工協力してくれる企業もたくさんありますし、このプロジェクトでモンゴルの負担になるようなことは一切しないとここに誓います。それからというもの、日本による綿密な作業計画と高度な施工技術によって建設は俺たちの予想をはるかに飛び越えるスピードで進んでいった。おらいおらい、それをボルトでつなげばこの区画は完了だ。さっさと済ませて次に取り掛かるぞ。うっし、うっ。建設に取り掛かって1年でもうこんなに。早すぎるだろう。これが日本の技術力、見てるだけで圧倒されるわ。こんな国が私たちの国を救ってくれてるだなんて。その後建設工事は瞬く間に終了。1ヶ月も前倒しの上、交通機関の影響も最小限、工事中の災害に至ってはゼロと、その全てが俺たちを驚かせた。たった3年で俺たちモンゴル人の悲願を叶えてくれた。日本万歳。日本じゃなければ絶対に叶わなかったこの願い。何がすごいって、これだけスピーディーに建設が完了したにもかかわらず、確かな技術と素材で作られたから安全性も抜群ということだ。ありがとう日本。この恩は一生忘れないわ。こんなにモンゴルの人たちが喜んでくれるなんてな。それだけ今までの状況が苦しかったということでしょう。やってよかったと心からそう思います。この橋が両国の架け橋になるといいな。その後、日本による橋のおかげで交通渋滞は著しく緩和に成功。まさかこんなにスイスイ車を走らせる日が来るなんて。ドライブってこんなに気持ちよかったのね。今までのストレスが嘘みたい。渋滞も線路に立ち入る人もいなくなり、俺たちの生活は劇的に変化した。日本にはもうずっと感謝せずにはいられないな。モンゴルを救ったこの橋は、日本に対する尊敬と感謝の思いを込めて太陽橋と命名。どこまでも俺たちをつないでくれる絆の象徴となるのだった。何？日本がモンゴルに橋を？しかも無償でだと？日本め、余計な真似を。せっかくのビジネスチャンスが台無しだ。こうなったら我ら中国も動き出さねば。ああ、数年後には必ず建ててみせるぞ。日本よりも巨大で立派な高砂橋をね。それから10年後、このウランバートルには太陽橋以上に巨大な立体高砂橋がそびえ立っている。建設したのは中国の企業だ。あの立体高砂橋ができてからもっと快適になったよね。ねえ、あなたもそう思うでしょ？そうだな。確かに前よりもずっと快適になったよな。快適になった、それは間違いないけど、2017年に陝西省の橋、2021年に湖北省で高速道路、近年中国が建設した橋や道路が崩落したというニュースをたびたび目にする。まあ中国が建てたものがみんな脆いわけじゃないし、考え出したらキリがないから、まあやめやめ。
せいぜい俺の想像が現実にならないことを祈っておくか。